メッツの守護神、こんなの大谷でも打てるわけね。ニューヨークで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズのメッツ対ドジャース戦で、5点リードの8回からメッツ最強クローザーのエドウィン・ディアスが登板し、イニングをまたいだ9回も走者を許したが、全く危なげなく試合を締めた。中継ではディアスの登場シーンがフルで放映され、日本のファンが、かっけえ、と歓喜した。って意味、トランペットの曲、NARCO、が球場に響き渡ると、ブルペンから走ってマウンドへと向かった。ファンやマスコットがトランペットを吹く仕草を見せて歓迎すると、日本のファンも、登場間がたまらん、と興奮するファンが続出した。マウンドでもディアスは、大谷翔平を三振に仕留めるなど、三者凡退と圧巻の投球を見せた。ドジャースファンとしては登場した時点で絶望感漂うわな。かっけえけど、こんな演出されて垂れたらどうすんねん。点差はあったけど、さすがにニューヨークファンに見せておかないとあかんからな。今日も大差でメッツ負けてたらシャレにならんかったな。メジャーではクローザー登場の際いろんな演出するけど、ディアスのはメジャーで最も人気のある演出だからな。ディアスのディビジョンシリーズで抑えた時の雄たけびめっちゃかっこよかったな。今回はさすがに点差があったから全然興奮してなくて残念。ちなみに球団のプロのトランペット奏者と契約していて、ホームゲーム全試合でディアスの登板に備えてスタンバイしているらしい。WBC の試合締めた時、喜びすぎて怪我して昨シーズン棒に振ったのまだ面白い。何それ？3者連続三振に仕留め準々決勝進出を決めた時に、試合終了直後のセレブレーション中に歓喜の輪の中でジャンプして負傷し、右膝室外腱の断裂。やばすぎて笑った。そりゃアメリカ WBC に選手送りとくないわな。日本でも雷神とハイタッチして脱臼させられたやついたよな。おそらくスペとかではなくリアルに受けたことないパワーを食らったんだろう。管理人のつぶやき、WBC で喜びすぎて怪我した選手がいたのは知ってましたが、イエスだったんですね。この演出が見えたのは嬉しかったですが、やっぱりディビジョンシリーズのようなヒリヒリする場面で大谷さんとの対決やリアスの方向が見たかったのは欲張りすぎですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。